初心者大さんに朗報ですなんと築風呂戸建て投資にローンが使えるようになりました最近不動産価格ががガガンガン上がってますよね先日発表された1月1日現在の路線価も全国平均で2.3%も上がりましたし国交省の調べによるとなんとマンション価格は2011年比で ついに2倍になってしまいましたいくら今インフレとはいえ不動産価格が2倍になっても日本の家賃は2倍には上がりませんから不動産の投資利回りは下がる一方ですしかも今はローンも難しくて3割程度の自己資金が必要な時代ですから僕たちプロの不動産投資家でも新たな物件を購入するのは かなり難しい状況です。ましてやこれから不動産投資をする人にとってはかなり参入障壁が上がってしまった印象ですよね。そんな中、 注目されているのが畜古建て投資です地区古戸建て投資なら土地年以下で買えるものもゴロゴロありますし数十万円から数百万円で買えるので利回りも 20%30% は当たり前で初心者にとっては低リスクで不動産投資を始めるのにもってこいなんですよところが一つだけ難点があってそれは何かというと融資を受けづらいっていうことなんですよね地区古建ては地区40年みたいいなめちゃくちゃゃく 物件にに投資することになるので銀行のの担保評価がが出ななくて融資が受けづらいんでですよねなので今までフ古物件を買う投資家は現金で投資をしていたんですけれども実は最近ホームシェアリングローンというのが出てきてフ古戸建てに融資が使えるようになったんですよねそこで今回はこのホームシェアリングローンについて詳しく解説していきたいと思いますこの動画を見ればなんで今 築くるこだてに融資が出るようになったのか理解することができますし今後築くるこだて投資のブームが来る理由もわかりますそしてこの動画の最後には具体的な融資メニューについても紹介していきたいと思いますのでぜひ最後までご覧くださいこのチャンネルは有料級のノウハウを毎回無料でというコンセプトで運営しております不動産投資のほか経済金融株そして企業にまつわるトピックもどんどんアップしていますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いします 旧 TwitterX、Instagram、そして音声ラジオの v o i c e も毎朝7時に公開中です。ぜひこちらもフォローしていただけると嬉しいです。そして裏剣不動産の視聴者限定でこちらの非売品の本、お金と幸せの成功法則もプレゼント中です。送料も完全裏剣負担でお送りしますので、 読んでみみたいといいとう方は是非概要欄のリンクからお申し込みくださいそれでは今日は3つのトピックで進めていきましょう1つ目に竹ル戸建て投資を国が後押しする理由について2つ目にホームシェアリングローンを借りれる銀行についてそして最後に竹ル戸建て投資を成功させる3つのスキルについて解説していきましょうそれではまずなぜここにきてホームシェアリングローンが登場してきたのかその背景について解説したいと思うんですが先に結論を言って てしまうと空き家が今めちゃくちゃ増えてきているからなんですよ来年になると持ち家主義と言われていた 段階の世代が全員75歳以上の後期高齢者になりますつまり今後言い方は悪いですが天命を全うされる方が爆発的に増えるわけですよねそうなると段階の世代の実家を相続する子供が多くなるわけですがその子供たちは遠いところに住んでいたりするので必然的に実家の空き家が爆増するわけですよあるシンクタンクによると すでに空き家は900万戸を超えていて20年後にはなんと2倍の1800万戸以上になると推計されているんですがこのままミリを 未管理のの空き家がが増えてていくくと当然防犯上の問題が出てくるわけですよねなので国は空き家対策特別措置法という法律を作ってオーナーがこういった空き家を放置したりすると固定資産税を引き上げたり行政代執行で自治体が取り壊しをできるような罰則を設けたんですよところが実際問題として罰則を受けるだけじゃ増え続ける空き家の問題は 全然解決しなくて罰則を強化するのではなく逆にこの空き家を利用しやすくして空き家問題を解決する方向に国は動き始めたわけですよ。で具体的に国交省は低廉な空き家の流通を活性化させるために800万円以下の売買仲介手数料の上限を 30万円に引き上げる検討を始めたんですよね実はボロ子建てが流通しない理由の一つは手数料の低さがあったわけですよ基本的に宅建業者の仲介手数料は3%プラス6万円なんですけれど売り値が安い場合にはもう少しパーセンテージが多くなっているんですよね例えば200万円を超えて400万円以下の場合には 制約価格の4プラス2万円200万円以下の場合は制約価格の5%が手数料の上限になっているんですが例えば100万円の畜古戸建てを仲介した場合は100万円る5でたったの5万円しかもらえないんですよ売り主買い主双方の代理をして両手手数料になっても 合計でで万円ですから物件調査から重要事項説明をして契約書も作成してその上仲介責任を負わされるのにたったの10万円じゃ割に合わないわけですよ。なので 空き家がどんどん増え続ける理由の一つとして誰も仲介したがらないという業者側の都合もあったわけですそこで国交省は手数料を引き上げる検討に入ったわけですよね具体的には800万円以下の物件の売買仲介手数料の上限が30万円になる見込みなので売り主買い主の双方代理ができれば800万円以下の物件でも マックス60万円稼げるので、これなら宅建業者も蓄フル物件を紹介しやすくなるんじゃないかというふうに思います。さらに、金融面でも 空き家の流通をサポートしようという流れになってきていて、今まで蓄振るこだて投資というと、あまりに物件が古くて、ローンが受けられないケースが多かったんですが、最近は無担保で使える空き家対策ローンを取り扱う銀行が増えてきてるんですよね。購入資金はもちろんリフォームにも使えるんですが、ただ、今ある空き家対策ローンの多くは、自ら利用する人向けのローンになっていて、いわゆる買って、 賃貸をするような事業性ローンには使いづらいといった 欠点があるんですよなので、もし空き家対策ローンを使う場合には住宅ローンと同じように延べ床面積の50%以上を自宅などで利用するにして残りの50%以下を民泊などで利用するケースであれば基本的に利用できると思いますが1棟全部賃貸したい場合にはなかなかか不便ですそこで出てきたのがホームシェアリングローンなんですよねホーームシェアリンングローンは空き家を 民泊や賃貸に転用して活用するときに使えるローンでこのローンが出てきたことで一気に蓄古こだて投資のマーケットが活性化する可能性が出てきました現在ホームシェアリングローンはアキア活用株式会社が運営するアキカツナビから申し込むことができますがクラウドローンと提携していて銀行と投資家のマッチングをしてくれますまた債務保証は 織子が担担当していてい無担保で融資上限は500万円から1000万円で融資期間は5年から10年金利は事業制によって設定されるとのことですが現在京都銀行滋賀銀行武蔵野銀行など 27校が参加もしくは参加を検討していて利用者の住所に近い銀行が基本的に紹介されるようになっているようです不動産担保が不要なので本人の属性が重要視されますからよくあるフリーローンの変形版みたいなものだと 考えていいいと思いますあと、日本政策金融公庫でも空き家対策に使える融資制度があって、僕も畜古古戸建てのグループホーム事業で融資を受けた経験があります。現在、公庫で融資を受けるための代表的なメニューは大きく2つあって、1つは一般貸し付けですよね。一般貸し付けでの民泊は、旅館業法の許可が条件になっていて、民泊新法や特区民泊では利用できませんが、旅館業の許可を がっって民泊をやいいきたい人にはおす,すめですちなみに僕は一般貸付融資で竹うろこだてをリフォームしてグループホームとして運営しています2つ目は新規開業資金ですこのメニューはこれから民泊を始める方とか開業後7年以内の方が利用できる融資ですさらに新規開業融資には女性や若者シニアの 企業化支援のための融資制度もあって女性や35歳未満または55歳以上に該当する方はより低い金利が適用されますただ不動産投資への融資は視点によって NG な場合もあるので利用にあたっては相談ベースで利用ができるかどうか最寄りの広庫の視点で確認した方がいいと思いますちなみに融資限度額は7200万円となっていて最長20年で ですが不動産投資への融資は基本的に公庫は購入価格の 最大50%程度しか出してくれませんし地区フル物件の場合にはかなり返済年数が短く設定されますちなみに僕の場合地区40年の物件を購入した際の融資額は物件価格の約半分弱そして返済年数は8年までしか借りることができませんでしたとはいえもし高校から融資を受けられれば2%前後の定理で融資が受けられますし貴重なキャッシュを温存する ことができますのでまずは考古を検討してみるのがいいと思いますまたノンバンク系の三井住友 L&F には民泊事業ローンがあります民泊利用を目的とした物件の取得やリフォームに利用できるローンで金利は2.9%から3.9%で利用ができます返済期間はなんと最長35年も利用できるんですよただホームシェアリングローンと違って不動産担保が必要なので担保が必要なので 価値の低いいてにには利用しにくい融資かなというふうに思いますこのように耐用年数をはるかに超えたフ古戸建てもローンで投資できる時代になってきたのは自己資金の少ない初心者にとってはめちゃくちゃ朗報だと思います数百万なら全額現金で投資はできるけれどもいい物件が出てきた時にすぐに 投資ができるようにキャッシュを温存しておきたい人とか現金で買ったはいいけどリフォームのお金が足りなくなっちゃったみたいな人にはめちゃくちゃありがたい制度だと思います。 さらに今後竹古戸建て投資にローンが使える銀行が増えてくれば中古市場も活性化しますし投資家にとってはより出口戦略も取りやすくなるので近いうちに竹古戸建て投資の大チャンスが来るような気がしていますそれでは最後に竹古戸建て投資を成功させるポイントについて解説していきましょう僕は以前から不動産投資の初心者にはまず竹古戸建て投資から始めることを強くお勧めしています いるんですがその理由はズバリ安くて利回りが高いにもかかわらずリスクがかなり低い投資だからですただしこれを成立させるためには一つ大きな条件があるんですよそれは何かというと必ず土地値以下でで買うことです具体的には路線価以下の値段で買えるのがベストでしょう 路線化は実勢価格、いわゆる相場の80%になっていますから、もし経営がうまくいかないなら、最悪土地では売れますので、すぐに投資を手仕舞いすることができるわけですよ。こういう土地は売り土地、古屋付きで売られていることが非常に多いんですが、建物が古すぎるがゆえに、貸し担保責任を免責するために、建物の価値をゼロにして、土地値だけで売ろうとしているわけです。ところが、 物件の中には意外に建物が少し手を加えるだけで使えるものが多くてそんな物件を見つけたらお宝になる可能性が高いんですよ。ちなみにこういった物件は探せば 数十万円から数百万円で買うことができますのでもし購入できれば利回り 30%40% も夢ではありませんちなみにこちらの物件は僕の妹が5年前に土地年以下の280万円で現金購入して 利回り28%を叩き出していますすでに5年を経過していますので投資資金は回収済みですしかも今なら500万円以上で売ることができますので純資産はわずか5年で2倍になりましたこのように築古戸建てはとにかく安く買うことが重要です今後もこのような激安物件はゴロゴロ出てくると思いますちなみに築古戸建ての投資効率を上げるために DIY と 自主管理のスキルを身につけるといいと思います DIY なんてやったことがないよっていう人が多いかと思いますが新築じゃないのでそこまでクオリティにこだわらなくても見よう見まねの DIY でも十分です仮に壁紙の張り替え 天気塗りくらいしかできなくても今はリフォームコストがめちゃくちゃ上がっていますのでこれだけでもかなりコストを抑えることができると思いますしかもある程度の DIY ができればリフォームのコスト感がわかるようになりますので将来一棟アパートを買った時の見積もり交渉に活かすこともできるんですよそしてぜひ地区古建てを買ったら自主管理にもチャレンジしてみてください小建て一棟であれば一棟アパートのように 養分もないのので管理の手間はほぼかかりません庭の掃除は入居者がやってくれますし家賃の入金も1軒だけなので管理もしやすいんですよ入居審査は滞納保証への加入を条件にすれば滞納時のトラブルに巻き込まれることもありませんそして何より将来規模が増えた時に管理会社の選び方のポイントなども分かるようになりますから地獄戸建てに投資したら ぜひ自主管理にチャレンジしてみてくださいさていかがでしたでしょうか今後確実に激安な竹古戸建ては増えてきますし竹古戸建て投資に使えるローンもますます充実してくると思いますので是非この波をつかんで資産を作っていってくださいそしてボロこだて投資についてはさらに詳しい動画もありますので是非わせてご覧くださいそして不動産投資についてさらに詳しく学びたい方は初心者でも体系的に学びたい 学学べる不動産実務検定ででぶのが一番ですまた裏研不動産のオンラインサロンにつながっていただければ僕も含めてチームであなたの活動をサポートさせていただきますこちらも興味がある方は概要欄のリンクをご覧くださいそして今日の動画が良かったという方はグッドボタンコメントもよろしくお願いしますこのように不動産は学べば学ぶほどリスクは小さくなりますし あなたの未来に応えてくれる稀有な投資法です。ぜひこれからも一緒に勉強していきましょう。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。